ありがとうございます。オフィシャルムービーカメラセンターまで目線お願いいたします。ありがとうございます。その隣右側にも目線いただけますか。手を挙げてるあたりに後ろの方にもムービーさんいらっしゃいますので、ありがとうございます。逆側向かって左側にも目線をムービーさんにいただけますか。ありがとうございます。荒木さん、一足先にこのミスディオール展覧会、はい、ご覧になったということですけれども、はい、見どころですとか感想を教えてください。そうですね、本当に今回の展覧会はミスディオールの魅力がぎゅっと詰まったそんな素敵な展覧会だなと思いましたし、私の一押しのお部屋というのがクチュールボーのお部屋、入って3つ目のお部屋になります。クチュールボーのお部屋がもう本当にリボンに誘われて、いろんなこうミス・ディオールの歴史をすごくたどって、いろんなその背景だったりとか、妹さんのお姿だったりとか、お母様のお姿だったりとか、本当にそのミス・ディオールに携わった本当に大切なエッセンスがすごくたくさん見られるお部屋なので、すごく楽しめました。はい。